そんな人知らないわ。残念だけどないわ。で、なんで私がガリだと思ったの？そうね。そう、応援されて私も嬉しいわ。それで、森田はガリの特徴をどう言っていたの？残念ね。私はこの通り、綺麗な歯並びよ。わかったでしょ？私はガリじゃないわ。これだけじゃ私がガリだという証拠にならないわ。そうだったかしら。私がガリよ。あなたは何が知りたいの？私忙しいのよ。知っていることは教えるからさっさと帰ってくれる？何でもないわ。彼女に何が知りたいの？どういう話をしたいの？何が書かれていたの？あなた、手紙を読んだんでしょ？何が書かれていたの？高校のクラスメートよ。でも彼女とは親しくなかったから知らないの。あなたゴシップライターなの？このことで私を脅すつもり？信じられない。いきなり現れて私の過去を探って。話せないわ。
分かったわ。勘違いしないで、私たちは友達よ。それ以上の関係じゃない。ただ少しだけ私が好意を持っていただけ。どうして知ってるの？古くなったからオークションに出したの。自分の都合のいいように考えないで。確かにあなたのおかげで過去に縛られている自分に気づかされたわ。でもそのこととは関係ないわ。それは知りたいけど。こんにちは。元気にしていますか？私は少し元気がありません。受験が近づいてきて、クラスがうつうつとしている感じです。数ヶ月前まで毎日が楽しかったのに、まるで別の学校に来てしまったようです。先日事件がありました。私の成績が上がったらカンニングを疑われたんです。私悲しかった。そしたらガリが助けてくれたんです。涙をこらえている私の手を優しく握ってくれました。私が困っているといつもガリが現れます。そして私を窮地から救ってくれます。ガリは男前で私のヒーローなんです。ガリがいてくれて本当によかった。マックス君は女子には優しくしてくださいね。強そうに見えても女子は弱いんです。ふみのあや。 PS、 マックス君はどういう女性が好きですか？2学期の中間テストの後よ。どうして常にトップだった私が7位だなんて。私が3位。おかしいですよね。何？今まで10位以内に入ったこともないのに、いきなり3位はおかしいですね。そうですよね。そんなことを言われても。もしかしてズルをしましたね？ズルって何ですか？ズルはズルですよ。カンニングですよ。カンニングだってよ。それで成績が上がったのか。カンニングなんてしてません。私一生懸命勉強したの。カンニングやったんでしょ？正直に言ってください。やりましたよね？そうですよね。証拠でもあるの？それはないですけど。半年でこんなに成績が上がるなんて絶対におかしいですよ。言いがかりじゃない。正直に言ってくださいよね。カンニングやったんでしょ？そうですよね。やってません。やってます。絶対にやってます。いい加減にして。もう我慢の限界。
この手紙に書かれているガリは私よ。そうかもしれない。私は彼女が好きだった。男も女も関係ない、人として好きだったの。おかしい？でも彼女はとても素敵だったわ。同じものをつけているだけで嬉しかった。私は乱暴だから怒ったら噛みつくけど、彼女は違うの。耐えるの。涙をこらえて笑おうとするの。自分のことより他人のことを考えるの。ヒーローは私じゃない、彼女よ。彼女はすぐに誰かを助けようとする。だから高3の大切な時に文野陽子さんのためにアヤさんを演じた。このタイミングでする話じゃないわよね。そっとしておいて。あなたにだって忘れたい過去はあるでしょう。私たちはフラリビに会ったのよ。妖怪よ。私はヒーローなんかじゃないわ。結局はみんなと同じただの卑怯者よ。これから生放送があるの。急ぐからこれで失礼するわ。私も謝らないとね。ありがとう。